チームエンターテインメント代表のハルピョンこと橋本るなです。超短時間配信をします。なんかすごいケバい人みたいじゃない？ケバなんでこんなケバいんだろう。まつげリップケバ。ちょっと今日は一つ撮らなきゃいけないものがあって、そのために超短時間配信です。こんにちは。あ、どうもこんにちは。はい、15分20分くらいですかね。はい、したいと思います。イエイまあ多分夜はねできるんですけど、なんかもしもそれこそあのこの間の場所が空いてなかったりとかしたら怖いから。そう、ここはね、あんね空いてないらしい夜聞いたんですけど、ここは空いてないみたいな。でなんか会議室はその本当に大人が使うかもしれない時もあるから、大人があのマネージャーさんとかスタッフさんとかがなんか会議とかで使うかもしれないこともあるから、そうなんか予約なんか仮押さえみたいなのはできるけど、入ってしまったらもうしょうがないみたいな感じなんですよ。そうで、ここはなんか別件で使うらしいので無理で予約できなかったので、でもこの時間なら空いてるよって言われたから、とりあえずやって、まあ、安心はしといてでって感じかなって思ってます。イエイ。はい、にゃこさんハートありがとう、キュンです、ありがとう。サッタンさん結婚してありがとう、ごめんなさいありがとうございます。そう、こんななんか急いでる早口で喋ったところでなんですけどねそう、早口で喋ったところで15分20分というものは平等に過ぎていくものなので早口で喋れば喋るほどもっと喋らなきゃいけないことが増えるという、話題がない私にとっては特にすごく意味のない早口なんですけれどもはい、雪降った時の対策を教えて、切実だって。まず家から出ない、はいはい、拍手。パンダさんハートありがとうございます。もう家から出ないの一つに限りますね。はい、終わりだって家から出なければもう関係ないですから、雪なんてね。はいルカさん小判ありがとうございます。食べるものがないよ、だってそんなこっちゃない、あるさあるんだよ、何にもないなんてことはあるわけない、あるんだよきっと。まあ1日ぐらい何も食べなくても死にはしないよ、大丈夫だ。サッタンさんハートありがとうございます。大丈夫です。なんかみんなに質問っていうか、これはもうこの後メンバーにも聞こうと思ってることなんですけど、まあ私服ファッションショーとなるものをやるじゃないですか、エイトの日で。でなんかコンセプトが一応決まってるんですよ。そうなんですけど、なんかそのコンセプトがその前のビンゴみたいな感じで、なんか私の普段着てる服とコンセプトがすごいマッチしてなくて、いやなんかゼロではないんですけど、なんか前のビンゴの時はストリート系みたいな感じ、原宿ストリートだったじゃないですか。でも私原宿ストリートなんて基本着ないし、そうだからなるべくその原宿ストリートでは
ありつつもなんか自分らしさを出したんですね、極限まで。そうで今回もどうするか迷ってて、その完全にそっちに振るっていう、なんかもう服もどっちも持ってきたんですよ、2つとも。一応持ってきて、そのいろんなメンバーとかこのファンの方に聞いて決めようと思ってて、一応2つとも持っては来てるんですけど、もう完全になんかコンセプト重視なものにするか、それとも、まあ、コンセプトはまあまあまあなんか20、まあ30、40くらいだけど自分らしさは出していくかっていうのをすごい迷ってて、どうしようっていう考えなんですよ。はい、すごい迷ってて、なんかもう一個の方の私が参加しない方のコンセプトだったら私ザ私っていう感じだったので、すごいそっちの方がなんかいつも違うんですよね、私のコンセプトとどっちがいいんだろうっていうのがすごいあって迷ってるんですけど、自分らしさ、ハラピョンらしさ、迷うんですよね。仕事原田らしく自分らしさ、ぴょんちゃんらしいやつ。まあじゃあファンの皆さん的な気持ちからしたら、まあ私らしいやつ OK。 いや他のみんなのあれを知らないから何とも言えないんですけどね。まあでも考えますわちょっと。まあ多分メンバーなんかいろんなメンバーにも聞いたんですけど、なんかみんなみたいな、いやなんか服自体は見せてないけど、でもでも絶対なんかその曲だ、その何そのコンセプトだけど、なんかハラピョンらしいやつの方がいいよっていうのはみんな言ってくれるんですよ。でもザなんかいざ見せるとどなんか違うって言われたらあれかなと思って、今日はそれを見せますというかそう、この間ヒカルンが撮ってたやつみたいな感じで、私もみんなにちょっと相談して決めたいと思います。パンダさんハートありがとうございます。キュンですありがとうございます。そうそうなんですよ、なんか何なんですかねあれは、何なんですかねとか言ってチーム8ホームページ何か、むずいですよね。まゆきさんハートありがとうございます。キョンネさんありがとうございます。相手っていうかな、そういうのはいないんですけど、全然別に、うん、まゆきさんパンダさんハートありがとう。キョンネさんありがとう。そう私服、衣装の方が可愛いよ衣装の方が可愛いよ、もう本当にそう思いますけどね。ハラピョンらしい方がファンは増えそう。へっ、アライアンさんハートありがとうございます。ねえ、でもコンセプトに合わせると、うん、うん、って感じ。
まあでもみんなの気持ちは聞きました。まあ、でもコンセプトに合わせつつも私らしさはちょっとある。だから 80% コンセプトで 20% 私らしさか、 40% コンセプト、いや 30% コンセプトで私らしさ 70% かっていう問題ですよね。そうなんですよ、はい、難しいところではあります。マー君さん、ハートありがとうございます。うん、まあでもいつかはね、どっちもお話し会とかで来ようかなと思っているので、その時にまたぜひ見ていただけたら嬉しいなと思います。はい、パンダさん、扇ありがとうございます。マー君さん、ハートありがとうございます。 M2BO3 明けおめありがとうございます。こんな感じですかね。こわ、笑ってそうで笑ってない顔。めっちゃ怖い。パンダさん、サッタンさん、ハートありがとうございます。キャローさん、オギーありがとうございます。タケニーさん、タケニーさん、結婚してありがとう、ごめんね。うん、トラさんの生写真見てきたけど、確かに猫ちゃんにしか見えないね。でしょ。スイちゃん、ハートありがとう。キュンです、ありがとう。ハーピョン、バンジーにちょ、バンジー、バンジーでね、私の体重でできるバンジーをぜひ教えてください。こちらまで。宛先こちらまで。はい。私の体重でできるバンジーを。子供用バンジーとかになるのかな。やば、つら。全然怖くなさそう。うん。ぜひ。だから本当に前から言ってるけど、あのビンゴのひななさんの個性を殺したバンジー、マジでやりたかったんですよね。やってみたかった。なんかやったこと、本当にバンジーをやったことがないし、できないから、うん、そうです。だからみんなが探してくるバンジーのさ、制限体重によってさ、私が何キロだと思われてるかが分かりますよね。楽しみにしておきます。ぜひお待ちしてます。どこに送るんだこれ。よろしくお願いします。ともゆきさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。え、絶対無理、バンジーとか怖くてやれないよ、絶対。え、無理だよ。え、だってさ、もしものことが起こった時にさ、どうなるか知ってますか。まだ命は預けたくない。うん、やだ、まだ行きたいです。はい、ジップラインはね、やったことあるんですよ。はい、なんかの小学生だったかなぐらいの時にやったことあるんですよ、実は。なんかで、なんかな、何わかんない、どこでやったのかもちょっとあんまし覚えてないんですけど、なんかどっかのスキー場みたいなところで やったことが確かあって、
なんか学校の行事で、そう、宿泊学習かなんかでやりました、昔。超楽しかったって、うん、ジップラインはできますよ。楽しいです。でやりたい、もう一回。あれ以来やってないので、もう一回やりたいです、私は。うん、ぜひジップラインお待ちしてますジップラインの案件待ってますうん、ギャローさん結婚してありがとうございます、ごめんなさいでも多分あの時は好奇心だけでいけたけど、今はもうなんか全部にゾワゾワしちゃうから無理かも。高いところとか本当に無理。無理です、うん。続々気球に乗ってみたい、うん、あれは楽しそうだと思いますね。あの、何でしたっけ、上から飛び降りるやつちょっとバンジー、違う違う、あのパラグライダー、何、スカイダイビング、それ、それは、でも風船開かなかったら終わりですよね。待って、無理、あ、どうしよう、え、違うんですって、バンジーより怖くないらしいですよ。なんかバンジーは下が見えるじゃないですか。でもそのそれはスカイダイビングは下が見えないからなんか怖くないっていうのを水溜りボンドさんが言ってましたうん、そう、そう、あと人が一緒だから怖くないって、なんか、まあ、いろいろあったじゃないですかで、その後になんかやろうみたいな企画であったらしくて、そう、それで、うん、なんか怖いもの、自分が苦手なもの以上に怖いものが来たらその苦手なものが薄れる説みたいな感じでやってらっしゃったんですけど、なんかもはやバンジーの方が怖かったみたいなそうなんかいと思ってパンダさんハートありがとうございます。そう、結果バンジーの方が怖いっていう検証に至りました。それは、でも楽しそうだなって思いましたね。今何分だろう、9分から始め、お、いい時間、待って、分からん、引き算できん、え、もうすぐ20分なんだけど、待って、15分だよって出ました、え、出たの、待って、嘘でしょめっちゃ飲める、やばいやばいじゃあランキングいきます。1位ジョークスノーさんありがとうございます。2位テーマさんありがとうございます。3位ともゆきさんありがとうございます。4位パンダさんありがとうございます。5位サッタンさんありがとうございます。6位にゃーこさんありがとうございます。